そのサンドイッチ俺にもくれ。まだ何か届いてるよ。そして恒例の売っていたものの金額振り込みのお知らせだよ。何が来たん今回は。ジョニー、あ、そうか、ジョニー助けたんだったわ。あいついつも漂流しとるもんな。これで助けるん4回目ぐらいなんやけど、今回何くれるん。いいもんくれよ。ワイドあいつがくれるもんって面白いもんあるからな。今かぶってるお面もよくよくかけてみたらあいつからもらったもんやけんな。ああ、皆さんに説明しておきます。4列目が増えました。とうとう4列目が増えました。ありがたいことです。うん、3列でも足りないなと思ってましたからね。よっしゃ、オープン。弁髪って何？かぶり物系か。どんなもんか。はあ、これか。なんかつけとる人見たことあるわ。でも俺の能面の方が好きだな。やっぱこっちやな。もう俺の、チャームポイントやもんな。そうそう。地図ってどうやって見るんですかね、これは。これが。なんとね、前、勧誘したケインがね、来てくれたんですよ。こっちに移住しに。というわけで、ケインに会いに行きます。ケインの家はここか。行くわ。ケイン待っとれ、ケイン小杉。あれちょっと待って。ケインのところ行こうと思っとったら、なんか冒頭でサンドイッチ食ってたやつが、どうしようって言ってる。なんか気になる。気になるわ。どうしようって、どうしましょうって。めっちゃ路頭に迷っとった。さっきまでサンドイッチ食べてたやつがめっちゃ路頭に迷ってる。食を失ったサラリーマンみたいな感じになってる。元気出せよ。俺のゴングの音色を聞いて。元気出せよ。ちゃうよ。お前じゃねえよ。ゴングだよ。俺、ゴング鳴らそうと思ってたら。あら、鈴木健介さん。ごめんなさい。ぼーっとしてましたし。実は、そろそろ黒島から引っ越そうかなって考えていたんです。なあ、あ、引っ越し。どうしたん？あ、黒島に不満はないですよ。ただ、自分の成長のために新しい環境に飛び込もうかなって。そうね。いっちゃいやだー！いっちゃいやだよー！別にお前とのお前で何もないけど、いっちゃいやだよー！あー、あー、おー。心変わり早ないか、それにしたって。はいや、切り替えろ、はいや。さっきまであんなリストラしたされたサラリーマンみたいな感じの歩き方しよったのに、普通になったんやけど、いきなり。なんか、心の入れ替え早すぎませんか、それはさすがに。何かありましたかじゃねえだよ、お前。何かありましたかじゃないだろ、お前。何だろ、お前。さっきまでの記憶消された？誰かにさっきまでの記憶消されたか、お前。ああ、オープン出てるし。確かこいつの家の近くっていうか、ここか。よう考えたらこっちか。ここがケインの家か。ケイン小杉。おい、ケイン小杉。プロテイン大好きケイン小杉。昔筋肉番付見てた時に応援してましたケイン小杉。なんかいきなりすごいグッズある。めっちゃ家具あるやん、お前。なんだこれ、湯気出てるやつ。なんなの、なんかトイレ開いたんやけど、勝手に。オートで、おい。おい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 。充実してますね、いきなりお前。何作ってんだ、お前。いやあ、説明圭介君。約束通り、正式、格子前、引っ越してきたよ。ほろろ、軍曹。挨拶が遅くなってしまったけど、バックステップの神ライフを、僕もスタートさせるんだ。ああ、ダメで、よろしくね、説明圭介君。引っ越し祝いとかくれんのか。あ、今度引っ越してきましたケインです。これつまらないものですが、どうぞとかないんすか。
何してるの？アイアンウォールラック、アイアンウォールラック、なんかケインって名前やけん筋トレに使えそうな名前やな。なんかぶら下がって体鍛える系の道具に聞こえてくるな、その名前。ビジョンが置いてきたんか、筋トレしてる自分のビジョンが。おさあ頼むわ。ケイン流とか完全筋トレ道具だろお前。自己流の筋トレ道具にしか聞こえんぞそれ。どうぞ。おー頼むわ、俺も筋トレするわ。俺最近体全然動かしてないからな。体脂肪率 20% 多分超えてるわ俺。よし、じゃあちょっと見てくるか、そのケイン流の筋トレ道具とやらを。あー、でもあれやな、なんか思っとったんと違うけど、一応ぶら下がって筋トレできそうな感じではあるかな。作ってみようかな、なんかちょっと作ってみようかな。あー、なんかぶら下がって筋トレできなくもなさそうかな。懸垂できそうな感じはするかなって、強度次第かな、ネジの強度次第かもしれんけど、できるかなって。あ、できるな、多分これ。この高さだったらできるわな、これ。できるわな。ガチャー。邪魔するでー。ガチャー、邪魔するでー。なんかお前の家の家具の数質素やな、なんかなんか最近こうしてきたケインの方が数家具の数多いやけど、お前こんなんで言ったらよければあげるわ。ディレクターチェアじゃん、おいらちょうどこういうのが欲しかったんだ。今度模様替えするときに使ってみるよ。へ、こういうより置いたらいつもより筋トレがはかどりそうな気がするぞ。だろぼう、全く関係ないとこですけど。ああ、サンキューサンキュー、520ベル。たぬきちの家でところで打ったらもうちょい値張るかもしれんけど、まあいいや。なんこれ、あんな色の蝶々見たことない。何あれ何あれ、待って、どうやってんの。え、上行っちゃった。上行っちゃった。待って。動きが早い、あいつ。何や、あいつ。あの色の蝶は見たことない。何あれ、あれ。何や、俺、一徹のジャスパーみたいなやつ。お前、デールマスターズ知らん人にとっては。知らんけども、一徹のジャスパーみたいな色のやつ、何なん、あれ。よいしょ、ああ待ってー、見たことない、待って、そっち行くなー。どこ行ったん、しかもなんかおった、あ、わあ、蝶々おらんようだった、いあ、おった、一徹のジャスパー、一徹のジャスパー、待って、足が速いな、足じゃないな、足ひこえー、やったー、一徹のジャスパー捕まえた。ミイロ盾は、そんなやつあんの、なんなんこれ、あー。あ、本じゃ。ちょっと待って、俺 DIY で本10冊ぐらい、必要なやつあるんよな。買えるだけ買っとこう。10冊多分できんかったと思うけどさ、一発は。これ買っとこう、これ。他になんもないな。じゃあ、買えるだけ、ありったけ、5個ぐらいじゃなかったっけ、同時に注文できるんで、オーダーできるんで。やけん、5個とりあえずよな。注文しといて、そしたら多分入手したことがあるやつもここに並べてくれるけん、また後日5個注文して10個揃えれば。あったな、なんか DIY になんか本10冊いるやつ、それ作ろう。よっしゃー、やった、いいもん来たわ。ブーン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 
そういや、すっかり忘れたけど、たぬきちが話あるんだったわ。鈴木すけさん、どうもどうも。よっしゃ、何をすればいいだったかな。お、それじゃあプロジェクト K の最後のお仕事について説明させてもらうだろうも。なんだそのプロジェクトよ。なんだそれよ、プロジェクト X みたいな感じの挑戦者たちか、お前。中央中と外、両面、両方からの評判を集められるようになった今、やるべきことは、トムにもかくにも評判アップなんだもん。島の評判は、節税さんに取りまとめてもらっているから、最新の情報は彼女に聞いてみてね。うん。具体的な評判アップのためのアドバイスも、節税さんの方が的確だと思うけど、簡単に言うと、移住者を増やしつつ、島の外見、景観を整えて、バックステップの神島を最高に魅力的な場所にするんだのも。インフラ整備はもちろん、植物や核で島の景観をいい感じに整えていこうね。わあ、俺の一番苦手なパターンのやつや。それじゃあ、よろしくだのも。補助金はいくら出るんですか？5万ベルですか？その評判を気になるんじゃ。どんな感じなん今。まあ、早速島の評判のことを聞きかけてくださりありがとうございます。ではまず島の評判のシステムについてご説明しておきますね。うん。バックステップの神島の評判は島の内外の方の声を無作為に集めたもので、5段階の評価となっております。無作為に、だとしたらさ、何とも思ってない人がさ、お金のために陰謀っていうかだよ、情報操作でさ、悪いっていう評価、わざと悪いっていう評価を込めとるかもしれんのか。評判を高めるためには、発展度、自然、魅力の3つのバランスが重要になります。発展度。まだ橋1つしかついてない。三角。自然。逆に自然、聞いたた、ありすぎてな。なんか逆に邪魔がある三角。魅力。なんだろう。よその島にはないような、ここすごいっていう部分がない。罰。あ、ダメだ。俺の島ダメだ。俺の島は総合バランス低いわ。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観。そういった環境が整うと、おのずと評判も上がるはずですよ。ちなみに今の時点での評判、星一つ、私の島は星一つ。何があかんかったですか。うん、何、私だけが密かに注目している存在、急に有名になられると寂しいですよね。だからみんなには内緒です。隠れた有名スポットってことか。それちょっと逆に嬉しいね。隠れた有名スポット。なんかいい響きですね、それ。ポジティブに捉えますね、私は。星一つでも。多分あれじゃ、100人おって98人ぐらいが一つしかつけんでもさ、残りの人がさ、5つでさ、こういう評価を出してくれとるんだろうな。それは面白いな。うんじゃねえよ。そうか。一人だけなんじゃ。一人だけなんじゃ。タヌキチがもしかしてなんか気使って、いや、匿名でやってくれてんのかな、こういう感じで。オッケー。売り土地を設けて移住してくれる方を募集。あー、なんか前に、ケイン小杉みたいな感じで。ケイン小杉のために家作ったけど、そんな感じのことを先にできるんかな。そういうことか。難しい話だな。というわけで、もう一回、たぬきち。インフラ整備の話になるかな、これ。これよ、これよ。区画整理も気になるけど、なんなん、区画整理って。まあ、それより土地を売り出すことにしよう。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいてるけど、どうなのも、俺たちを探してきてくれるだろうも。任せとけや。はいはーい。では
ではまず手数料の1万ビルをお預かりします。前通り。そしたら売り土地を確保するためのハウジングキットは鈴木祐介さんの荷物に入れておくからね。良さそうな場所を見つけたらそこで使ってもらうだけでいいからね。それじゃよろしく頼もう。どんどん住民を増やしていくぞお前。なんだ、ああもう一つ区画整理って何なん。代表としていろんな建物の場所を決めてもらってきたけど、わーやっぱりこの建物はこっちに建てておけばよかった、なんてことがきっとあったと思うんだな。もそんな時のためにないな、それそんな時のためにないな、残念だったな。別にいいわ、俺満足するわ。お前満足してるからな。強いて言うならタヌキッチの家をさ、めっちゃ俺の家の遠くにしたいな。謀反起きた時攻めて気にくくするために。ちょっと真ん中のさ B の4あたりに1軒建てたいな。なんか家の配置的に B の4あたりに1軒建てたいな。ここにしようか、この辺がいいんじゃないかな。ここにハウジングケートいいんちゃう今か。よっしゃ、これでさあれなんだろう、違う島っていうかさ、あのいつもの無人島に行くやつでさ、その先で出会ったやつと勧誘すればここに来てくれる感じだろ。オッケー、そういうことね。だー、誰かおるんちゃうかな。もうなんかフラグ立てたっていうやつじゃないんかな。迎える土地も用意したし、誰かがおってくれたら声かければいいと。おったおったおった、誰だお前は。リック、もしかしてお前サバイバル生活を体験しに来てるのか。え、実はオイラもなんだ。オイラはリック。お前はバックステップの神島の刹那圭介って言うのか。もし困ったことがあったら俺の筋肉に頼ってくれていいぞ。短い間だけどよろしくな。ほほほ、筋肉キャラだった。うお、俺の島におるガチャと相性が良さそうやな。なんかお前こうへんが。おーっと、その言葉を待っていたわ。なに、バックステップの神シムだと。お前とは黒島で初めて出会った仲間だが、共に試練をくぐり抜けた筋トレ仲間だもんな。筋トレしてないよ。よし、おいら君だ。バックステップの神シムに引っ越して新たな伝説作ってやるぞ。はははは。よく言った。なんかライバルと認められてるな。おい、なんかしたかな。へえ、やったぜ、来てくれるぞこいつが。君が新しい住人かい。俺の足元汚れとんかお前。おい、入ってくるなり俺の足元を掃除するなお前。おめえ誰だ。なんだ、黒島のやつか。ガン飛ばしちまって悪かったな。初めて会ったやつにガン飛ばすな。目つきが悪いなお前は。お前のこと焼いて立って食べてやろうかお前。俺はウクタルテンだ。見かけほど怖くねえから心配するな。今日は部屋の片付けで忙しいからよ。また明日ゆっくり話そうね、タコ。初対面の相手にタコ言ってんのかお前。口悪いなお前。もっと話そうぜ。できる限り荷物は減らしてきたつもりだったが、結局片付けに終わりは始末だぜ。今日はおめえの相手できそうにねえから、めで今度来てくれや、タク。
あのね、新しく越してきたな、奥太郎ってやつな、口癖が悪すぎるんじゃお前。だってな、初対面の相手タコって言うんだぜお前。頼むわ、ちょっと頼むわおい。もう新しく入ってきたからってさ遠慮することないと思うよな俺。頼むわ。